今年2月に97歳で亡くなったトヨタ自動車の名誉会長、豊田翔一郎氏のお別れの会が開かれました。会には親族や友人のほか、岸田総理大臣や信仰のあった経営者などが集まり、長男の秋代氏が遺族代表で挨拶しました。忘れられない父の言葉があります。新しいものを作るために知恵を絞り、 汗をかき時間を忘れて熱中するその瞬間が極めて楽しい苦心した末にものが出来上がった時それを誰かが使って喜んだり助かったりした時この上ない喜びと感動に包まれるだからもっと勉強し働いてもっと良いものを作ろうと思うこの言葉を胸にトヨタのものづくりと 人づくりを継承していくことを誓います。豊田章一郎氏は1982年、現在のトヨタ自動車の初代社長につき、トヨタを世界有数の自動車メーカーに成長させました。その後、経団連会長を務め、財界での活動にも力を入れました。